皆様こんにちは、ドキュメントです。最近私たちの動画では、私たちの運営しているキャンプ場カルオートガーデンがアップグレードするということで、その開拓の様子をずっとお伝えしてきたんですけれども、9月7日にようやくリニューアルしましたので、今回は久しぶりに車の改造の動画になります。こちらのね、今見えてるところが僕らの住処であるガレージハウスなんですが、ここにはプロボックスやハイエース、中にはスーパーロングのハイエースとかがね止まってるんですが、今回の動画ではこちらのプロボックスをカスタムしていこうと思います。それではスタート。ではこちらが私の愛車のプロボックスです。もう3年前ぐらいに納車してるんですけど、結構ね出張のお供にたくさん走ってるので、もう完全に相棒です。ということで、今日どこをやるのか内装もお見せしながら説明します。はい、今私助手席にいるんですけど、プロボックスはそもそもね機能がすごいです。テーブルがあったり、ここにスマホを置けたりとか、結構ねドライブする上で必要な機能がたくさん備わってて、めちゃくちゃお気に入りの車内です。ただこの今映ってる中で唯一ちょっと変えたいなと思うところがありました。それがこちらです。カーナビです。こちらね、パナソニックのストラーダという機種なんですけれども、プロボックス納車した時にもう最初からね付けてもらったナビです。このナビね、うちのハイエース2台ともストラーダ使ってまして、プロボックスでもねストラーダつけたいなというところで選んだカーナビだったんですけれども、なんかねハイエースで使ってるストラーダよりもちょっとね性能が悪いのか、なんかねナビゲーションがねうまくいかない時が結構多くて、でしかもねスマホの連携とかもちょっと弱いので、このプロボックスで長距離を走ることがかなり多くなったので、ナビにね少しずつ不満を抱えてました。なので今回ね、このカーナビを初めて自分で取り替えたいと思います。はい、ということで一旦ガレージの中に入りました。はい、それでは今回取り付けるカーナビをご紹介したいと思います。こちらねちょっと読み方合ってるか分かるんですけど、ポーミドの PRA106 というモデルですね。でこちらねカーナビと伝えたんですけど、ディスプレイオーディオと呼ばれるものになります。でディスプレイオーディオって何かっていうと、スマートフォンとねつないで、スマートフォンのGoogle マップとかナビゲーションアプリを使ってナビは使うと。で他のオーディオだったりとか YouTube だったりとか、なんかそういう、こうスマートフォンのアプリで使うようなものと連携して楽しめるという製品になります。早速開封してみたいと思います。説明書があって、配線とかごちゃっとしたものが一式入ってる袋が入ってます。そしてね、カーナビ取り付けるステンも入ってます。そしてこれが本体です。はい、出てきました。こちらが本体です。動画だと分かりづらいと思うんですけど、画面かなり大きいです。こちらのディスプレイ 11.8 インチあります。これまでね使ってたやつがね、まあ5インチか7インチかちょっとそのあたりだと思うんですけど、今回ね 11.8 インチなので、かなりね大画面、このね大画面のカーナビにめちゃくちゃ憧れてたっていうのもあり、今回ね、取り付けしたいなと思いました。はい、手で持つとこんな感じです。でね、ちょっと後ろを見てみると、カーナビの、ね、後ろってあんまり見たことないと思うんですけど、こんな風になってます。後ろにね出っ張りがこうあって、さらにねちょっと回転すると端子がねつくところが裏側についてます。ということで、これがねプロボックスのカーナビを取り外せばこれが入るというはずです。で箱のね側面にいろいろ売り文句が書いてあるんですけど、 Bluetooth でね再生通話ができたりとか、ワイヤレスミラーニングができたりとか、この辺がねやっぱりこう今回取り付けたいなっていうメインどころのね機能になると思います。はい、でこちらね SIM カード対応してます。で SIM カード対応っていうのはどういうことかというと、このねディスプレイオーディオ本体に
SIM カードが挿せるので、スマートフォンと同じようにネットがねつながるということです。でまあ SIM カード入れなくてもテザリングとかでねできるはずですっていう感じですかね。でね、ケーブルがねこんな感じです。結構ね細かく入ってて、全部ね名前書いてあります。例えばねステアリングコントロールとかね、アンテナとかバック信号とかね、いろいろ書いてあるやつがきっとまとめになって、多分ねカプラーみたいなのにガチャッとやればいけるんじゃないかなと。あとはねこういうやつね、オーディオ出力とかね、サブウーファーとかね、いろいろこれも全部ケーブルごとにシールが貼ってあるのですごい分かりやすいです。でこんな感じでね、説明書を今開くと何のケーブルなのかとか全部ね書いてあります。なんでちょっとね今回もう完全にね僕ら初心者なんですけれども、この説明書を見ながらなんとかね素人でも取り付けできるのかちょっとねやってみたいなと思いますので、早速取り付けに移りたいと思います。じゃあやっていくね、うん、まずはカーナビの上のここを外すの。なるほど。でプロボックス外し方調べたらめちゃ簡単で、工具何もいらない。そうなんだ。ここの角をこうやって持って、うん、この角をねこうやって外すだけ。めちゃ簡単。すげえ簡単。内張り剥がしとかもいらない。いらない。よいしょ、はい外れました、うん。外れるとこんな感じでナビがむき出しに見ることができます。でね、プロボックスはテーブルがあるんでこうやってね出してあげて、あこういうに乗っけられるというね、素晴らしい素晴らしい。したらまずね本体のついてるケーブルを外します。で新しいケーブルをそこにつけて最後にナビにつけたら終了。じゃあ外すね、うん、結構ね硬い、狭くて硬いからね作業しづらい、うん、しょうがないね。あと1個よし、はい、抜けたかな、うん、はい、あれからね少し時間経ちまして、いろいろね配線格闘してたんですけど、ちょっとねプロボックスいろいろね特殊なところがあったのでちょっとお話しします。まずねもともとついてたこの擬保紙の形がカーナビに付属してた擬保紙と合わなかったので、擬保紙をね丸ごと交換する作業が必要になりました。それから使わない線とか、まあ配線をねいろいろかしめたりとか、ちょっとね配線加工の作業も必要であることが判明しましたので、はい、こんなねターミナル&ツールセットっていうねものを購入してきました。ついでに擬保紙もね売ってましたので、このねペンチと擬保紙を使って配線加工していきます。はい、そしてねこちら今映ってるのがこれまでついてたストラーダを固定していたステーです。結構いびつな形をしていて、最初にね、ボルトを取り外したと思うんですけれども、こんな感じでね奥と手前で固定してたという感じで、ちょっといびつです。でセットになってたステーはこんな感じでフラットのステーなので、これはね使えないことが判明しました。なのでこのステーを使おうと思うんですけれども、はい、こちら今回取り付けるね新しいカーナビなんですけど、側面見るとね6つのネジ穴開いてます。このステーをつけようとすると穴位置が合いませんでした。こんだけ穴開いてるんですけど、どの穴もほとんど合わなかったです。はい、ということで穴位置が合わなかったので、このステーをこれからね加工して新たな穴を追加します。ということでね、あれからまた時間が経ちまして、これね新しいナビに配線を加工してとりあえず接続をしました。配線加工はねさっき買ってきたこういうペンチを使って自分でねやりたかったんですけど、ちょっとね難易度高かったんで、この周りはちょっと分かる人にやってもらっちゃいました。なんで今ね配線はつながったというところです。であと残すところ、このねディスプレイをこの中にうまくしまい込んで、あとはねもう初期設定をすれば使えるかなというところです。なんで一旦ねもうサクッとこれ中に入れちゃおうかなと思います。はい、ということでまたね時間が経過しまして、見てください、着きました。すごい、かなりねでかいです。プロボックスにつけるとちょっとねこの助手席側のエアコンは少し干渉します。あとはねこういうスイッチ類
はちょっとね干渉したりしますが、おおむねいい感じだと思います。じゃあ早速使ってみようか。うん、これはねもうアンドロイドのなんかタブレットみたいな感じで、ここのねなんかアイコンとかを押すと、うん、はい、これね、インターネットにつないでくださいと出ましたんで、ここをねこう上からこうスワイプするとこういうね画面出てくるんで、インターネットで、はい、ということで今ね iPhone でテザリングしました。今ねドキュメント検索してみました。出てきた、はい、ど真ん中に車を置きたい、車を見ながら生活をしたいというので、ガレージの雰囲気と伝統工法の、ね、はい、こんな感じで今ねちょうどうちのチャンネルでこの間ね配信した動画を流してますけど、もう今後はこのねプロボックスの社内でこうやって YouTube を見ることができると。すごくない？すごい、すごいよね。うん、まあ、あとだからこういう音楽聴いたりとか、そう音楽聴いたりとか、ルート検索するときはここで検索したりとかできるってことね。できる。で、まあ、基本 Android が入ってるからアプリをね増やそうと思えば増やせるわけ、うんうん、とか例えばプレイストアとかで、あ、そういうこと、ね、そうアプリを追加したりとか、うんうん、いろいろ連携ができるんで、カープレイとか、うんうん、あのこう今ね Bluetooth で電話マークついてるけど、 Bluetooth つなげたら電話もできると。でマイクもねさっきあの出したから、はいはい、とか、なんかいろいろできます。で今ね、Wi-Fi テザリングでつないだんだけど、うん、はい、このねちょっと線裏にね線を引っ張ってたんですけど、ここにねこんなケーブルがあります。でここをこんな感じでね開くことができます。何かというと SIM カードを入れられます。 SIM だけを契約することができるので、それをねここに入れられるっていうのが結構ねこのナビのいいところの一つなので、今みたいにテザリングがちょっと面倒だなっていうのがね結構あると思うんで、 SIM を入れることによっていつでも YouTube だったりとかで、ナビもね今後はインターネットを使ったナビになるので、いつでもナビがつながるという状況になります。どうですか新しいカーナビは。思った以上にスタイリッシュで、これあるだけでちょっとなんかプロボックスがアップグレードした感じがする。なんかちょっとハイテクなね、ハイテク車になった気がするよね、うん、一番なんかこの機能使いたかったっていうやつは何ですか。今までストラーダでこうナビ入れると結構ねなんか面白い道案内してくれたりして、到着時間がすごい遅かったりするから、意外と Google マップで見ちゃって案内してたことが多かったから、今後はこのナビで Google マップを使えるっていうのがめちゃくちゃ楽しみ。ちなみにさ、バックカメラも映るんだっけ。映る。ちょっとやってみて。おお、でかい。めっちゃ見やすい。映りました。すごい、はい、めっちゃいいよね。ハイテクだね、はい、もう今後はねこれで長距離ドライブを楽しむという感じです、はい、ということで今回は、はい、プロボックスに新しいディスプレイオーディオをつけてみました、はい、最後に今回のね取り付けたものをざっとねおさらいさせていただきます。まずね今回取り付けたカーナビは 2K の QLED 液晶っていうね、めちゃくちゃ綺麗な液晶っていうのが売りで、うん、で大画面ね、 11.8 インチの大画面、うん、でそもそも Android の13ってやつが搭載されてるんで、うん、ネットとかもつながるし、まあ、スマホみたいな、ね、感覚で使えると。それで SIM カードを入れられるので、うん、まあ、Wi-Fi でも使えるし SIM でも使えるっていうね、うん、それがかなり売りのカーナビでした、はいはい、概要欄にねリンク貼っておきますので、気になる方はねぜひご覧ください、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひよろしくお願いします。ではまた。